ねえ、お姉様。最近トマトジュースが薄い気がするんだけど。それは、フランドールの気のせいじゃないかしら？いかがされましたか？お嬢様、妹様。あ、昨夜。最近トマトジュースが薄い気がするんだけど。気のせいよね、昨夜。いいえ、気のせいではございませんよ。昨今の物価上昇の煽りを受け、当行馬間の懐事情も、なかなか厳しいものがございます。ちょっと昨夜、馬鹿正直に話さなくてもいいじゃない。妹様のお感じになられました通り、少し水で薄めさせていただいております。最近血液も満足に飲めていないのに。あ、赤いジュースなら、クランベリージュースも、シソスースもスイカジュースもザクロジュースもあるわよ。お嬢様、何気に美容に良いもの揃えてますね。あのドロッとした喉越しを味わえるのは、血とトマトジュースだけなのに。血の代わりのトマトジュースまで薄めるなんてひどいよ。薄めていても、塩分はきちんと取れるように、塩は同じ濃度入れているわよ。塩味だけ元のままというのも、味覚的になかなか厳しい気がいたしますが、水分補給の理論で言えば、それで正解なのかもしれませんね。水分補給の理論。喉が渇いたら水分を取ればいいんじゃないの？私のしていたことが正しいってことを、この子に教えてあげて、昨夜。かしこまりました。普段から私たちは、食事や飲み物で水分を補っておりますが、強制的に水分を補給しなければならないのは、どんな時だと思われますか？汗をかいた時だよね。熱中症の時よね。あと、具合の悪い時。胃腸炎で吐いてしまったり、下痢をしてしまった時かしら？さようでございます。普段の体の働き以外に、大量の水分が失われてしまった時でございます。それなら純粋に水分を補給すればいいんじゃないの？大量の水分が失われる状況の時は、水分だけでなく、電解質、特にナトリウムが一緒に失われるのでございますよ。だから熱中症の予防のために塩分補給もするように言われるんだね。熱中症になってしまった時は、塩分濃度の高い、経口補水液を取るように言われるのね。それとお二人様、ナトリウムと聞いて前回のことを思い出してくださいませ。細胞外液だね。まあ、すごいわフランドール。さようでございます。水分が失われる、つまり脱水状態の時、細胞外液が失われているのでございます。それじゃあ、細胞外液を補充しなくてはいけないということね。それが経口補水液に当たるんだね。それではもし、経口的に水分や塩分の補給ができないときは、どうすればよいと思われますか？干からびるのを待つしかないの。気をしっかりお持ちなさいフランドール。そのために私たちは、今輸液のお勉強をしているのでしょう？お嬢様、素晴らしいです。この時に使用するのが、細胞外補充液。すなわち生理食塩水、リンゲル液、乳酸リンゲル液、酢酸リンゲル液でございます。どんな特徴があるの？まず、細胞外補充液は、結晶の電解質の組成に似ているという特徴がございます。その電解質をすべて塩化ナトリウムで置き換えたものが生理食塩水でございます。生理食塩水をさらに結晶の成分に近づけるために、カリウム、カルシウムを配合したのが、リンゲル液なのです。あら？ただのリンゲル液でなくて、他にもリンゲル液って種類あったわよね。よく見てらっしゃいましたね、お嬢様。乳酸リンゲル液と酢酸リンゲル液と申し上げました。乳酸や酢酸が入っているってことだよね。何かいいことあるの？きっと役割があるのよ、フランドール。ね、昨夜。はい。生理食塩水、リンゲル液にはインイオンとして塩化物イオンしか含んでおりません。何か困ることがあるの？大量に投与した時に、アシドーシス、つまり、血液が酸性に傾いてしまうということが起こってしまいます。アシドーシスになってしまうと、何が問題なのかしら？最悪の場合、命の危険がございます。どうしよう、お姉様。アシドーシスで死んじゃうよ。落ち着きなさい、フランドール。そのために乳酸リンゲル液や、酢酸リンゲル液があるのでしょう？さようでございます。リンゲル液に、乳酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、あと、重炭酸ナトリウムの場合もございますね。これらのアルカリ化剤を加えることで、より結晶に近い組成となり、大量に投与しても、アシドーシスを起こす心配のない、輸液となっているのでございます。どうやって使い分けているのかな？これまで出てきた輸液の使い道についてもう少し詳しく教えてちょうだい。かしこまりました。まず、最も基本的な生理食塩水でございます。生理食塩水を使用するときは、まずは激しい嘔吐の時でございます。なんで吐いちゃったときは、生理食塩水がいいの？嘔吐のときは、胃の内容物とともに、大量の胃液も喪失いたします。つまり、胃液の組成に基づいて補給する必要があるってわけね。お嬢様、その通りでございます。胃液の主成分は塩酸でございます。つまり、塩化物イオンと、酸の元である、水素イオンが大量に失われます。酸の元が大量になくなっちゃったら、今度は血液が、アルカリ性になっちゃわないのかな？妹様、その通りでございます。嘔吐が激しく、胃液が多量に失われた場合、体液がアルカリ性になる、すなわちアルカローシスになってしまうのです。
フランドール、素晴らしすぎる妹だわ。それで、アルカローシスも体に良くないんだよね。はい、アルカローシスとなると、水素イオンとともに、カリウムイオンも低くなり、心不全を引き起こす場合がございます。まあ心不全、大変じゃないの。どうしよう、お姉様。そのため、激しい嘔吐の時にはアルカリ成分を含まずに塩化物イオンを補充できる、生理食塩水を補液するのでございます。結晶成分に近いほどいいのかと思っていたけれど、そうでない場合もあるのね。さらに、生理食塩水には他にもいろんな用途がございます。粉の注射剤を溶かすのに使うよね。妹様、よくご存知でらっしゃいます。他に頭頂液であるため、組織への刺激が少ないという特徴から、傷口の洗浄、手術室での組織の洗浄、うがいや吸入で気管支粘膜の洗浄や拡散の促進、あと、透析回路の洗浄にも使われるのでございます。生理食塩水は、医療にはなくてはならないんだね。輸液としてだけでない、幅広い用途がございますことが、ご理解いただけたかと存じます。昨夜、リンゲル液についてはどうなのかしら？実は、普通のリンゲル液は現在ほとんど使われていないのでございます。どうしてなの？主な理由はアルカリ化剤を含まないからでございます。アルカリ化剤を含まないのは、生理食塩水も同じじゃないの？アルカリ化剤を含まないものが必要であれば、生理食塩水でこと足りてしまうのでございます。ただのリンゲル液じゃないとダメってところがないんだね。妹様、その通りでございます。それなら、アルカリ化剤を含むリンゲル液は、どんな時に使われるのかしら？今度は下痢の時とかかな？妹様、勘が鋭いようでございますね。下痢の時は、腸液が大量に失われます。腸液には重炭酸イオンが大量に含まれているのです。重炭酸イオンはアルカリの働きがあるのよね。アルカリが減るってことは、今度はアシドーシスかな？お二方とも、大変素晴らしいです。妹様の予想通り、激しい下痢の時はアシドーシスのリスクがございます。だから、アルカリ化剤の入っているリンゲル液が必要なのね。ただ、このアルカリ化剤の選択にも注意がございます。どれでもいいってわけじゃないんだね。肝臓の機能が悪い方は、乳酸リンゲル液の使用には注意が必要なのです。どうしてなのかしら？配合されている乳酸ナトリウムは、肝臓で代謝されて重炭酸イオンとなることで、アルカリ化剤として効果を発揮いたします。だから、肝臓の悪い人では、乳酸ナトリウムから重炭酸イオンが生成されず、アシドーシスが改善しないんだね。その通りでございます。それでは昨夜、酢酸リンゲル液の場合はどうなのかしら？肝臓じゃないところでも代謝されるってことだよね。筋肉をはじめとした全身で代謝されて、重炭酸イオンとなるのでございます。ということは、重炭酸リンゲル液は、代謝の必要がないってことなのね。お嬢様、その通りでございます。これまでご紹介した3種類のリンゲル液は、とても用途が広く、脱水、失血の時はもちろん、ショック状態の時などにも使用いたします。一番結晶の電解質組成に近いんだもんね。使われる場面もとても多いということよね。でもさ、お姉様。所詮結晶に似せているだけだよね。ということはやっぱり血が一番ってことね。今回はそれを再認識できたね。昨夜、ありがとう。さて、お二方からはお礼の言葉をいただきましたが、血液が足りない時のお話をさせていただいたのであって、血液が一番というお話を意図したわけではないのです。輸液の大切さは少しずつご理解いただけているようではあるのですがね。